砂浜に流れ着いたプラスチックごみや流木、赤ウミガメの産卵スポットとして知られる長崎市の脇岬海水浴場です。ウミガメが来る浜を守ろうと、地元の人たちが清掃活動に取り組んでいます。木ばっかだけど、2個だけプラスチック見つけれた。まさかウミガメ産卵してるって知らなかったんですよ。これからきれいにしたいと思います。企画したのは福岡県出身の山本春奈さんです。2015年から長崎市野間崎地区で地域おこし協力隊として活動する中で、豊かな海や自然に魅了され、今年5月、野間崎自然塾を立ち上げました。海の生物や環境について調査し、地元の人たちに海の変化や問題点を紹介しています。この日はウミガメがテーマです。野間崎で2017年に生まれたウミガメが大人になって産卵できるのは30年後、その時にまだ子供を育てられる場所であるかどうかっていうのは今の私たちの行動にかかってるなと思います。脇岬海水浴場では2014年と2017年にウミガメの産卵が確認されましたが、以前と比べて数は減っています。まあ、子供の頃は小中学校ぐらいまではウミガメ当たり前の感じだったですからね。最近のウミガメってのは数とか変わってるような感じですか？やっぱりあんまり見ないですね。もう護岸工事で砂浜が狭くなり、産卵できる場所も年々狭まっています。また、砂浜にあるゴミなどの小さな障害物もウミガメにとっては大きな問題です。上陸する親ガメはもちろん、孵化した後海に帰る子ガメの妨げになってしまうため、ゴミ拾いのような地道な活動が大切と呼びかけました。海岸を明るく照らす LED の街灯も上陸数の減少に影響していると言われています。野間崎自然塾は街灯にフィルムを貼って赤い光に変えるなど、産卵しやすい環境づくりに取り組んでいて、効果を検証しています。環境変化の影響を受けているのはウミガメだけではありません。野間崎地区は県内有数の伊勢エビの産地で、毎年即売会などのイベントも開かれ、人気を集めています。しかし、海の中の環境が変わっているなというのはすごく感じます。減っているのはまさに磯焼け問題がそうですけれども、藻場が減少していって、そこに住んでいた伊勢エビや今までたくさん取れていた魚もいなくなってきたって言われてます。西海区水産研究所によりますと、野間崎の海にやってくる伊勢エビの子どもプエルルスやチエビの量はここ20年で大きく減りました。長崎県全体で見ても、伊勢エビの漁獲量は1970年代前半にかけては200トンを超え、日本一を誇っていましたが、2015年には56トンと大幅に減少しています。夏から秋にかけての水温が上がった影響で、ノトイスズミやブダイなど海藻を食べる魚の活動期間が長くなり、食害の問題が深刻になっています。野間崎地区でも2012年秋に藻場がなくなる磯焼けが発生して以降、住みかを失った伊勢エビは減少傾向が続いています。先月、山本さんは野間崎自然塾の仲間とともに環境問題について考えるイベントに出展しました。豊かな海を守るため、磯焼けの原因となる海藻を食べる生き物を駆除したり、芝という木を海に沈めてイカの産卵スポットを作ったりする活動を紹介しました。行ける博物館として野間崎っていう場所を地元の人も外の人ももう一回見直していくのが大事なんじゃないのかなって思いますね。この土地にどんなに素晴らしいものがいるのか、でそれをどうやって残していくのか、活用していくのかって方向もあるかもしれないですけど、そういうものを考えるきっかけの場を提供していきたいと思っています。多くの人が知らない間に海の環境は徐々に変化しています。豊かな海や自然を次の世代につなぐため、まずは身近な人たちに現状を伝えたい。山本さんたちの活動はまだ始まったばかりです。